住居侵入などの被害の通報を受けたにもかかわらず、必要な捜査手続きを怠ったとして、兵庫県警の巡査部長が書類送検されました。犯人隠避の疑いで書類送検されたのは、西番方面の駐在所に勤務していた男性巡査部長です。警察によりますと、巡査部長は去年5月、辰野署の管内で起きた住居侵入事件について、被害届を作成するなどの必要な捜査手続きを怠った疑いが持たれています。調べに対し、巡査部長は容疑を認め、本署に言うと被害届を作れと言われたり、事件捜査を指示されたりするのが嫌だったと話しているということです。巡査部長は停職3ヶ月の懲戒処分となり、今日付で依願退職しています。